皆さんもすでに聞いているかもしれませんが、君吉村長の行方が昨日から分かっていないようです。鬼隠しじゃないの？でも今年はたたりは起きてないんじゃ。昨日の夜、何か悪いことをしましたか？ケイチ、本当に覚えはありませんか？これは猫の話なんだけど、中には猫が怖がるものがたくさんあって、見たものは呪われてしまうらしくて、2匹は行方不明になっちゃったらしいんだ。な、リカちゃん、残りの2匹はどうすればいいと思う？そんな間抜けな例え話をしてくるとは思わなかったわ。いいのよ別に、あんたは何も心配しなくても。あんたが何を心配してもしなくても、もう全て終わっているわ。今年のたたりも、この世界も、あんたも私も全部ね。私の奉納演舞をおとなしく見ていればよかったのにね。ダメよ、入っちゃいけない場所に。それも綿流しの日に入っちゃうなんて。やっぱり思った通りだった。御三家最後の一人、フルデリカが親代様のたたりを操る黒幕。ケイチさん、そんなとこで油を売ってる暇があったら、さっさとそのボールを拾って緊急参加ですわよ。有刺鉄線電流爆破、濁流殺人扇風機ドッジボールですわ。ああ。ケイチ、行って遊ぶといいのですよ。リカちゃん。ミー、どうしたのですか？おじさんは悲しいよ。本当は信じたくなかった。でもあんたは悪くないんだろうね。フルデ家に生まれたばかりにこんな宿命を背負うことになって、ごめんね、ごめんね。全て終わったら私もそっちに行くからね。私がケイちゃんを守るの。